アドルヤーン、ヤーノシュアドルヤーンヤーノシュは、ハンガリーのエンジニアである。1909年12月9日、ハンガリーで自作の飛行機で飛行に成功した。ハンガリー国内で、ハンガリー製の飛行機で飛行に成功した、最初のハンガリー人となった。オーストリアハンガリー帝国のショルキトートファルに生まれた。シュトットガルト工科大学で工学を学んで1903年に卒業した。 1906年から1909年の間、パリの自動車会社で働いた後、自らの設計した 25HP の2気筒の V 型エンジンを製造するために、ハンガリーに戻った。エンジンは、ヤーノシュが設計して、ケラー兄弟とブダペスト工科大学が製作した、ブレリオタン容器に似た機体 A、I レベラに搭載され、レベラは1909年12月9日飛行に成功した。 アドリアーンはハンガリー製の飛行機で飛行した最初のパイロットとなった。レベラは全長7.31メートル、重量280キログラムの機体であった。改良した A-2 ストラックを使って1910年7月にレイコスメッツォで開かれた国際航空レースに参加し29人の参加者、中3位に入賞した。2007年、 ハンガリー国立銀行はアドルヤーンの生誕125年を記念して1000コリントの記念コインを発行した。角丸形状で片面に V 型エンジン、片面にレベラが描かれている。記念コイン、ありがとうございます。